はい、そういうことでございまして、本日は相模原市の押し土産スイーツ。これすごくない？相模原の連中が好きなものを選挙で成り立ったわけね。これそうですそうです。すごいじゃん。相模原のスターといえばまあこの俺様は我が通りだよね。だから断ることにね、実家帰ってワンちゃんあったりとかしてるけどさ、まあそれは僕の唯一の心のね癒しだったわけなんですよ。はい、それではですね、18品全部食べまーす。イエーイ。でででー、キロロミスイーツまかべチャンネル。これ相模原市の人たちみんな来てくれるんだね。これ相模原市の人はみんな来てないよね。これを全部食えっつんだ。ちょっと後輩何人か呼んだよ。横山州ラフランスさんだね。あの横山公園の横山。そうなの？すごいね。はい、その付近ね、その付近の荒々しさを見てよ。この俺にぴったりのこのシュー生地いただきます。うまいな。おい、これうまいぞ。このシューのね、このクリームがね、全然うまい。甘すぎないね。まさに後藤弘樹だね。まろやかな感じ。これ来るぜ。これ来るぜ本当に。いや来てるぜ。来てるから選ばれた。そうか、来てんのか。パティシエの絶品クリームパンカフェ富樫さん。あ、見てわかるこれ。これクリームぎっちり。これこの香りというか深みだよね、クリームの。これのために作ったっていうこの絶品クリームだね。ビッグバンベイダーだな。見た目もでかいんだけど中身のこのパワーがすごすぎるってことなの。すくいきなこのダックワーズセラセノンさん。ダックワーズって何なんですか？ダックワーズきなこだね。これ新しいね。きな粉入ると和にはなるわね。うん、美味しい。これお茶と一緒に飲んだらまたそれはうまいだろうな。これもね、ちょっと出し方間違えたね。後藤弘樹でもあるんだよね。洋菓子みたいな感じでさ、和を大事にしてんだよね。お次はバーン酒まんじゅう清水屋さん。清水屋っていうのは僕の同級生のお店なんですよ。これで味噌あん、懐かしい。味噌であり白あんである。だから何て言ったらいいかな、長田ゆりだな。昔からいるその定番、その味噌がまさかのまんじゅうでこんだけねきらびやかに光るっていうゼアって言いながらさ、もうここで書くんだよね。これおみえよって言うのそれ怒られるぞって言うんだから。まだ大丈夫ですか？大丈夫に決まってんだろお前。誰だと思ってんの？俺プロレスラーだよお前。次はベン成功堂さんの豆大福。豆大福ですよ。豆、つい先日までさハンバーガーだったりとかカレーライスとかラーメンとかさ、はい、あんなのばっか好きだったんだよ。それに負けないぐらいのうまさがここにあると思うんですよ。わかりますか？美味しかったら長所さんになってことですか？いやならないでしょ。そりゃそうですよ。なってっちゃう。もうなってっけどね。うまい。これはうまいですよ。これね、長州力めちゃめちゃうまい。ああ、これも強いじゃない。これうまいよ。お次はですね、SG 相模原せんべいローソン 3F さん。これなんかいろんな味があって、いくよ。うまい。これ黒胡椒だよね、これね。うまい。ビールのお供にちょうどいいんじゃないこれ。まさに一瞬切れるいぶしこうた、いいんじゃないですかこれ。切れちゃいないよ。津久井せんべい甘辛津久井せんべい本舗さん。ほう、うまい。あら、あー、おー、くるね。みたらしみたいな甘じょっぱい感じで最初くるのよ。そしたらその後ね、めちゃくちゃ辛いっていう風にくるんじゃなくて後からジュワってくるんだよね。焼きドーナツアンファンネージュ。これ焼きドーナツっていうのみんな知ってる？チェーン店のドーナツ屋さんあるじゃないですか。あれ揚げドーナツなんですよね。でこの焼きドーナツって何っていうと、これ焼いてるんですね、そのまま。いただきます。ナイフの2人。もっさり以外何もでもない。鬼のような先輩たちの教えを吸収して今頑張ってる上村優也ですね。それぐらいのいいスポンジカーディンです。お次です。バンゆず満月桃月堂聖火砲。後藤弘樹がゆずのコンサート行って一人でワーキャー言ってたって、そんな話どうでもいいな。いただきます。ゆず生地がね、ふかふか、低反発、まあ言ったら低反発はマグロみたいなもんや。柚子のこの柑橘系の香りがもっさりした感じをやっぱり綺麗にこう受け流してくれるってことだな。おいしゅうございます。チュリングパティスリーフレジェさん、はい、うまい。これ抹茶だね、これね。クッキーの甘さと抹茶ね、これうまい。これとこのごま関係も入ってる。こうやってごま関係、これ美味しいんじゃないこれ。もうゲッツパールギフト K ポッシュさん、パールさん、はい、これかな。ポロポロね、うん、うまい。何の味なんですかこれはね。ポロポロねうん、これだからいろんな味が楽しめるからいいんじゃない。素材もね味わえるし。お方形かだな。あいつの才能のすごいところっていろんなパターンの選手にいろんなスタイルで自分で立ち向かっていけるってこと。ああいうことを考えると岡田結構無敵だよね。バンリムーザンパティスリーみやこさん、これ瓦の間に入れて焼くんですって。あ、何これ。このナッツの歯ごたえのうまさがまず鼻をついてくるんだよね。それでこの生地の柔らかさ、瓦感はもう分かんないイラスト丸クッキーパティスリーみやこ、みやこ、これ俺じゃん。スイーツ真壁相模原、いやこれじゃん、この番組じゃん。あ、じゃんねるっつって。なんさなんでさこけしのアレンジなのスイーツ真壁チャンネルレイズあいやいや何言ってるか分かんねえやんあいつ。俺持ち帰るよちゃんと。持ち帰るんですか。当たり前だお前。これバキバキと言ったらお前下涙もねえなって見てますかみやこさんマシュマロクッキーパン小屋カシェットさん、マシュマロの上にこういうアーモンドとかを入れてこれでさらに焼き上げられたそうです。うまい。食感が面白いわ。軽い感じでも歯応えがあるからちゃんと食べた感じするしね。それでこのアーモンドの香りとこの歯応え、これ合うね。いや合うぜ、うん、サクサクな感じでガリガリな感じ。津久井の卵パティスリープリエ、しっかりしたこの反発力、噛み応えよし、でも硬くない、柔らかい、そして香りが香ばしさ、そして柔らかさ。あ、これうまいねうん、要はうまいって。うまいうまい。噛み込んでいくと甘みが出て飲み込めばさらに甘くなる、うん、生地そのものが甘い生地そのものが甘くなる。ちょっとそろそろ長州さん、そろそろ長州じゃないの俺が長州だって俺たまに言ってもらうんだそんなもの俺に通じないはい、続いてバン天然酵母そのまんまかぼちゃパン、はい、ベーカリーひむかわさん。俺とかぼちゃすげえ好きじゃねえな。かぼちゃの煮付けでうちの母ちゃんと喧嘩してばっかりだ昔弁当の中にかぼちゃの煮付け入れてもうすげえ綺麗なことだからね。この中にやつがいただきます。ありだね嫌味な甘さない。だから美味しいこれ。変にほらみりんとかなんかああいうので甘くす砂糖とか甘くしてるんじゃなくて素材を生かしたこと多分そのままいいと思うんだよね。あのトラウマは何だろうお付き合いですね。バン丹沢あんパン荻野パンカステラサンド荻野パン、あ、荻野パン2品出てるね。荻野パンは有名ですよ。小学校の時のほら給食とかで揚げパンって学期末とかに1回出るんだよね。作ってるのは荻野パン。はい、じゃあまずはね、あんパン、うわー見て、あんこめちゃ入ってるこれ。ううまい。あんこ自体が全然ウエッティじゃないの、余計なものが入ってない。やっぱりこのあんパンのうまさってそこに出るんだよね。張り込みにはもってこないあんパンだよ。桂さんのいくよ見てバーン。これどういうことか分かる？真ん中に色変わってんじゃん。これカステラなんだよね。それを上下のパンで挟むっていう発想がもうぶっ飛んでると思うんだよね。すげえ相模原市民ぶっ飛んでんだって今確信したよね俺。よしいただきます。うまい。間に挟んでるカステラがものすごいいい味する。でクリームはね、このわずかなちゃんとしたヘルプしてくれたよこれ。海苔みたいな感じね。接着、うん、接着なクリーム、これ美味しいね。カステラサンドはね、俺らの大先輩ジューシーサンダーレイガーだね。ほにゃらっていう人がさ、中にはいるわけよ、ちゃんとこの白いところに、はい、ジューシーサンダーレイガーっていうこのオーバーマスクかぶってると無敵の強さを発揮するわけ。なるほど。でカステラサンドさんも荻野パンでもう世界に羽ばたくぐらいのうまさを発揮してもらいたいですね。これからもうまくまとめましたね。まあなグタな。やっぱり相模原ってさ、俺の地元じゃん。大したことあるわけよ。レベル高い高い高い。ちゃんとしてる。ちゃんとしてる、うん。もうこれはもう最高です。どこにね出てもね引けを取らない美味しさを持ってます。相模原の人たちはもちろんこういうスイーツたちを消費してものすごく評価していただいて、スイーツ大国として名を連ねてくれたらありがたいかなと思いますね。何かの表示で相模原行ったりとかねしたらですね、とにかく味わってみてください。スイーツばかりでした。